こんにちは、モータージャーナリストの竹岡圭です。今日はホンダ N1 をご紹介します。そしてですね、今日ここ持ってきたのは RS、しかもですね、6速マニュアルの車を持ってきました。ターボの FF 軽自動車、ホンダ初というね、車なんですけれども、果たしてどんな走りをするのかチェックしていきたいと思います。この N1 はホンダの N シリーズというね、軽自動車のシリーズの、中の1台なんですけれども、で、まあ、いろんなシリーズの中で、最後に登場したのが実は N1 だったんですけれども、それが2012年のこと。そこから8年経って、2020年の11月にですね、2世代目にフルモデルチェンジしました。なんですけれども、この車はですね、そのずっと昔にN360 というね、ホンダが誇る軽自動車があるんですけれども、それのですね、オマージュモデルとしても、一面を持ってるんですね。なのでそのあたりはデザインに踏襲されているので、ちょっと見ていきたいと思います。 N360、 そして初代 M1 から踏襲されたモチーフは3つです。丸、四角、台形、この3つの形が踏襲されているんですね。で、全体的にどうですかね、顔見て、あれ変わったのって思われる方も多いかなと思います。まあ、人気があるモデルのフルモデルチェンジって非常に難しいんですけれども、あえてガラリと変える必要をよく考えたらないですよね。今のがすごく素敵で人気があるわけですから。なので、ちょっとね、ブラッシュアップされた、そういった形で出てきているのが今回の2世代目の特徴になります。やはりスポーティーなモデルの RS なので、専用のパーツがいくつかあります。はい、代表的なのはこちらですね。はい、スポイラーがついております。そしてね、こういった、クロームメッキのモールね、こういったものも、いろいろつけられていて、やっぱりこうシャープでスポーティーな印象があると思います。ここにね、 RS のエンブレムも輝いてますね。で、まあ、デザイン的にはいわゆるロー&ワイドな印象に仕上げてあるのかなと思います。 N シリーズというとセンタータンクレイアウトを生かしてフレキシブルなね、荷室スペースが作り出せるのが、一つのポイントだったりしますが、どうですか、これフル乗車状態でも結構広いですよね。さらにね、この下、結構ね、荷物入るんじゃないかなと思いますね、これね。で、後ろのシート倒してみましょうか。これは、はい、ワンアクションで、お、結構これは広いぞ。おお、これは完全なフルフラットで相当広いですね。まあ、高さもね、室内高、比較的稼げていると思います。開口部も広いので、大きなものをね、ガサッと運べる、そういったこの N シリーズのいいところは、スポーティーのモデルとはいえしっかりと、はい、盛り込まれてるんですね。はい、インテリアですけれども、他の N シリーズと一番違うのは、やっぱりこれね、運転席と助手席がしっかり分かれたキャプテンシートになってるっていうことですよね。で、まあ、ホールド性がいいようにね、こう若干こうサイドとか、ショルダー部分とか盛り上げられているのが分かります。で、この運転席と助手席の間の部分なんですけれども、ここはね、カップホルダーがあって、で、物入れがあってっていう風になってるんですが、で、ここにはですね、 USB の、はい、3つありますね。 USB のジャックがね、で、2つが充電タイプになってます。で、なんといってもですね、はい、これを紹介しないわけにもいかないですよね。はい、6速マニュアルトランスミッションです。で、この位置がポイントですよね。フロアではなくてインパネシフトになっています。で、この位置ね、よくあのレーシングカーとかにある位置だったりもするんですけれども、実はね、私もこの位置だと非常に助かるんですよね。っていうのも、私、身長そんなに大きくないので、だいたいシート上げたくなります。で、こうシートを上げていくと、これがですね、フロアにマニュアルトランスミッションがあった場合は、手を伸ばすと低い位置になっちゃうんですね。だからシフトするたびにこうやって下がっちゃうんですと、ちょっと運転しづらいんですけれども、これがインパネにあると、
はい、姿勢を乱さずにシフトすることができるんですよね。リアシートに座ってみました。どうですか？これ身長170センチの男性の運転ポジションに合わせたんですけれども、すごい広いですよね。でさらにね、このシートは、はい、1段階リクライニングもします。お、ここにもライトありますね。これ荷室が広い、リアシートも広いので、こういったところに別にね独立してライトがあると、非常に使いやすいかなと思います。でこれだけじゃないんですよ、このシート。ちょっといいですか、私一回降りますけど、実はこちらはスライドはしません、ですけれども他の車にはできなくて N シリーズだけにできるポイントがあるんです。座面を上げてロックする。はい、座面を上げてロックする。こんな広い空間ができちゃうんですよ。荷室でも入らなかったような背の高いものを積むことができちゃうんです。ではですね、ちょっと走りに行きたいと思いますけれども、でこれはですね、実はアジャイルハンドリングアシストっていうのが入っていまして、速度とかね、打角を、見て予測してですね、これぐらい、ハンドル切れたら曲がりやすいんじゃないかなみたいなのをですね、左右のブレーキをこう独立してねコントロールしてくれるんですって。なので、コーナリングの時とかはね非常にね役に立ってくれそうですよ。これ下の方からね、ターボエンジンですけれども、下の方からトルク出てますんで、本当に踏み込まなくてもねスーッと加速はしていってくれますね。でこれやっぱね、インパネシフトってこの位置にあると余計なシフトチェンジをしたくなる、ついついすごくねやりやすいんですよ。こんな感じでどうですか、今上まで回してみましたけど、今これで6500 ね、こんな楽しみができますよね。ここはちょっと上り坂のワインディングですね。あ、こういうところやっぱりいいですね。おお、なんか走ってる気持ちになりますね。でこれがね、普段の走っているこう日常生活っていうね、シーンの中で味わえるのはやっぱりこういった軽自動車っていう、こうパッケージング、この 660cc64馬力っていうねパワーの中で、はい、操ってるからっていうのもありますよね。やっぱこれ的確なこうね、スッとハンドル来た時に狙ったところに行くハンドリングと、マニュアルトランスミッションならではですよね。でまあターボでもこれラグがないし、下からパワーを出してくれるタイプなので、乗せたい時はねグッとパワー出ますし、まあそういったところでねこの楽しみが味わえるんだと思うんですよね。さて高速道路に入りましたので、アダプティブクルーズコントロールを使ってみたいと思います。このステアリングについてるスイッチを使いまして、セットここは80キロなので80キロに合わせます。マニュアルトランスミッションでアダプティブクルーズコントロールって、どうなっちゃうのって不思議じゃないですか。でこれセットしたら、この途中で例えば5速6速ってやっても切れることはないんですね。このまま追従していきます。でこれはレーンキープアシストも入ってますので、ハンドルの制御もしてくれるんですね。時速30キロ以下になると自動的に、このアダプティブクルーズコントロールはキャンセルされるようになります。まあ渋滞のね追従なんかはちょっとできないんですけれども、でもロングドライブでかけることを考えると、このアダプティブクルーズコントロール付きのマニュアルトランスミッションモデルっていうのはね、すごく貴重だなというふうに思います。シフトでもしてみようかな。ちょっと3速に入れてみました。3速だと80キロで5500回転なので、何の問題もなくついていきますね。まあでも高速道路で燃費を考えたら、これで4、5、6と、
やはりね、あの普通にね、シフトアップしていくとその間ねアクセルコントロールしてないので、速度一旦ちょっと下がりますけれども、その後80キロまで回復してついていくと。でこれやっぱりですね、低回転域、からしっかりトルクが出てるターボエンジンなので、このような技もね、可能なんだと思います。やっぱりマニュアルトランスミッションのモデルは楽しいですね。普段の街中の移動がなんかドライブって言えるぐらいの楽しさになるっていうのがいいですよね。こういったワクワクしたモデルがどんどん出てくると、またまた車がもっともっと楽しくなるんじゃないかなと思います。